はい、ということで令和5年6月16日渡辺哲也賞メンバーシップのお時間でございます。今週のウパポイでございます。はい、今週のウパポイなんですけれども、私は6月1日に三重の、松坂に入ってですね、はい、で、その松浦武四郎館に、潜入と、6月の2日からその授業が始まるということで、その2日に行ってきた。それはなぜか、前回も話しましたけれども、松浦武四郎は北海道の名付け親なんだと。その名付け親とアイヌというものが繋がってですね、結局なぜか全国でこれからアイヌ授業をやるぞという第1号が松坂市になってですね、実際アイヌのお金がどんどん落ち始めていますと。で、本当に松浦武四郎は北海道の命名者なのかということですね。もう一度皆さんにしっかりと復習をしていただきたいということで、今日やりたいというふうに思いますけれども、まずこの記事です。この記事なんですけれども、これは地元紙ですね。先ほども言った、ちょっと問題のあるという地元紙ですけれども、実際にこの地元紙の中で、6月2日から、何やらそのアイヌの関係の展示会というか、そういうものをやりますよというような記事も出ていてですね。で、僕言ったんですが、じゃあどれぐらいの人が来ているんだろうと、いろいろすごいポスターも作って頑張ってたんですけど、僕とスタッフの2人だけでした。誰もいない。オープニングもなければ誰もいないし、誰もいない、1人もいない中で見てきたということで、まず本当にこんなに寂しい博物館あるのかと、記念館あるのかという感じだったんですけれども、その2日のオープニングに行って、いろいろ感じたことはまた後ほど別の日に話すとしてですね、じゃあ本当に松浦武四郎は、アイヌの思いを北海道という名前に込めて、そして北海道の命名者なのかということで、まず北海道のホームページご覧ください。これは北海道のホームページなんですけれども、その松浦武四郎というものが、その実際にいろいろな6つの候補の名前を挙げた中で、北海道というその字で、タイというのは加えるに、そのイタリアのイ、タイ、ドというふうに書いて、その海が日本政府の方で海に変更して、結局はこの名前が採択をされましたよという話になっています。そして海というのは、北海道に住む人、アイヌという意味があって、北海道の貝というのは、アイヌの人たちを意味する言葉で、つまり北海道というのはアイヌの土地であって、貝というものが字は変わったけれども、松浦武四郎がアイヌに対する思いがあって、しかも、名付け親なんですよ、北海道っていうふうに、その、上申書を国に出したんですからという、そういう主張になっています。果たしてこれが本当なのか、これは事実として本当です。ただ、本当に名付け親なのかという話ですけれども、これですね、もう一つ、松浦武四郎の記念館の方のホームページなんですけれども、これは実際に松浦武四郎が国の方に出した上申書にも、6つの案が書いてある。1つが、北海道、北の加えるの、イタリアのイの道ということが書いてありますよと。それで、名付け親ですというふうになっています。で、実際にですね、名付け親だというふうに皆さんが強烈に思い始めたというのは、いろいろな宣伝があったんですけれども、さらにこれがちょっと大きかったんですが、観光三重のホームページですけれども、嵐の松本潤さんが起用される豪華キャストで注目が集まった北海道150年記念ドラマ、永遠の西葉というものをですね、NHK が作ったと。で、北海道と名付けた男、松浦武四郎ということで、松浦武四郎をですね、松本潤が演じたということで、ちょっとですね、これを見ていただいたら、テレビガイドなんですけども、本当にですね、大々的にやってですね、若い女の子なんかこれ見ますよ。で、あ、松浦武四郎って命名者なんだということで、今度若い方にもブワーっとですね、松浦武四郎イコール北海道の名付け親だということになっちゃっているんです。これなっちゃっていいのかなということで、まずこれご覧ください。これですね、松浦武四郎研究で知られる三浦さんというですね、
北海道博物館の学芸員なんですけれども、これ本当に松浦武四郎に特化した研究員なんですけれども、当初から北海道という名称は指定路線であったと主張しています。これどういうことか、これなんですけれども、永遠の西派、先ほどもう一度ポスター見てもらいますけれども、この永遠の西派にでもですね、ちょっと不思議な演出がありました。それは、この松浦武四郎が上申書を上げる前に、いろいろな動きがあったことはですね、一切無視して、一番最初に松浦武四郎が国に北海道、海の字は違うけれども、それを出したという話になってるんですが、ちょっとこれご覧ください。これも今、ちょっと触れられてなかった部分があったというふうに言いましたけれども、何が触れられてなかったのか、これです。松浦武四郎が国に北海道、まあ、6つのうちの1つの北海道というものを出す30年前の江戸時代に、水戸藩主の、まあ、その、吉信将軍のね、お父さんの成明公が自分の辞書の中で、北海未来公というですね、北海道をこれから江戸地をどうしていくべきかという、そういう著書を書いてるんですけども、その中でもですね、江戸地を北海道と命名してるんですよ。で、実際ですね、松浦武四郎は、北海道に、まあ、江戸地に行って帰ってくる途中にですね、この成明公とその周辺の人たちに、こうこうこういう状況ですよというふうに報告をしていて、当然この北方未来公も読んでいてですね、さらに自分のことを北海道人と、北の海の人の人と言っていたので、北海道という名前は、江戸時代からこの人たちが決めているという認識がまずありました。これは間違いない。次にですね、まあ、江戸時代に、まあ、遡るんだったら、ちょっと早すぎる明治時代の話だもんと言うんでしたらですよ、その次にですね、成明公の、まあ、次なんですけれども、武四郎が国に上申書を出す1年前にですね、役人、政府の役人2人が北海道にいたんですが、その2人が国に対して、北の海の道という、そういう名前にすべきだというですね、上申書も出してます。出していてですね、そして松浦武四郎が名付け親になったって、いや、順番違うし字違うだろうということなんですけども、なんで北海道っていうのが、まあ、規定路線になっていたのか、ちょっとこれご覧いただきたいんですが、これウィキペディアなんですけれども、土岐七道というですね、まあ、考え方があって、その当時も江戸時代に、まあ、南海道だとか、東海道だとか、西海道、つまり西、東、その南があると、街道で。北だけないと。つまり北海道は北街道、北道にすべきなのではないかということですね。もう江戸時代からここ北海道ってのは一番落ち着くよねということになっていたんです。北だけ街道がないので。で、さらに、その明治時代に入ってからですね、ここの土地どういう名前になると思いますかっていろいろ実は河原版がアンケート取ってるんですけど、北海道なんです、ほとんど。答えが。なので、北海道になるだろうなという規定路線の中でですよ。松浦武四郎が出した案はですね、海という字が違うと。これ多分ですよ。北海道でそのまま出したって、規定路線なんだから、そんな名前出したってダメだよなということで、海という字をですね、ちょっともじって書いたと。ただ、一番押したのはですね、北上道という、次見てもらいたいんですが、北上道というのが、一番これを押したんですけども、それダメだったら、多分北海道だけど、書いて打ってそのまま書いちゃったら、成明公と同じだし、その前の年も北海道出してるやついるから、名前変えちゃおうと。さらにこの4つも足しておいたらどれか当たるんじゃないのかみたいなですね。そういう意見書ですよ。で、結局は、北海道の字にしたって、字が変えられているので、僕的に、客観的に見るとですよ、松浦武四郎案は、閣下をされて、その前の年の人たちの意見が通されて、あと、多くの国民が北海道になるだろうと思っていて、成明公が30年前に言っていた北海道になったと。だから、本当にこれね、名付け親なのですかというのが、僕の意見で、それは、まあ、ある学芸員のね、北海道の方たちとも、まあ、意見が一致している中でですよ。名付け親になってしまったということで、お金がガーンと落ちる仕組みになっているんですがね。
これもう一度見てほしいんですが、次なんですけれども、松浦武四郎記念館の山本館長がですね、まあ、アイヌ民族と共に歩んだんだと、少数民族を本当に愛している素晴らしい人物だったんだというようなホームページで、これ三重なんですけれども、情報を発信してますけれども、この情報どこから出てるのか、これよく見るとですね、人権教育の、人権教育資料の、三重人権教育ニュース、つまりですね、これ人権問題を扱うところでですよ、これを出してるということはですね、童話的な問題として捉えて、そしてそこにお金が入るというですね、全く童話利権と同じ枠組みでこれをやっているんだと。これはアイヌの人たちを愛したこの武四郎だから童話教育に使ってお金も使ってアイヌのお金も使ってたくさんこれからいろいろできますってみたいなことでですよ。結局武四郎記念館行った時もあまりに立派で驚いたんですが、これ相当アイヌのお金入ってますよってことだったので、こんなこといいのかと。さらにミニウポポイみたいなものをもう6月2日やったということで、でですね、私先週実はですね、拉致被害者の全員奪還の運動をやっていて、めぐみの誓いというのを幕別っていう町の100年記念ホールというところでやったんですが、そこにですね、ちょっと不思議なビラがあったので、ちょっとこれをご覧ください。先ほど言ったですよ、松浦武四郎館の館長の山本さんがですね、その幕別町に訪れて講演を6月20日にやるんだと。パーッと。全部ですね。全国各地、たまたま行った幕別に行って、このビラがあるぐらいだから、全国各地でこういうことをやって、これ全部税金でやられてるというとか考えると、これどんだけの事業になっちゃってるのかなと。で、6月20日、これ事前申し込みということで、私申し込みました。はい。これ見てないことを願うんですが、関係者の方。で、言ったらですね、これまた皆さんにどういうことを言っていたのか報告したいと思いますが、うん、こういう感じでですね、本当に命名者なのかどうかわからない話が知らないうちに命名者になってですよ、うん、こういうわけのわからないお金をどん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 使うというですね、これ歴史的にはもうちょっとしっかりと分析すべきだというようなことを最後にですね、皆さんに主張してですね、今日終わりたいと思います。いかがでしょうか、うん、はい、ちょっとニュースを出していただきましょう。こちらですね。はい、出せますか。あ、最初のやつですか。はい、出してください。あれ、松坂豚も堂々流通、台湾の日本産偽装事情ということで、北海道産豚か、とんかつバーガー、北海道、台湾では取れない北海道タラバガニ、北海道昆布鍋と銘打った普通の水炊き。松坂豚というのがありまして、松坂と北海道との関係というのは非常に関係が深いんじゃないかなと、偽装関係で。ね、え、僕これ結構です。はい。まあね、乗りながら、乗りながらびっくりだ、ね。そんなにさ、そう。こうなるんだよ。うん。はい。だから松坂と北海道は偽装関係で本当に関係が深いんじゃないかと思っておりました。なるほどね。悲しい。はい。ちょうどいいニュースがあったもんですから、思い出して出してしまいました。はい。だからね、あ、まあ、怒り狂う人いるでしょ、松坂にだって。北海道にも。はい、ということでございまして、今日の渡辺哲也賞メンバーシップもこのあたりで。渡辺哲也賞いかがだったでしょうか。ここで皆様へのお願いです。私はメールマガジン渡辺哲也の今世界で何が起きているかというのをやっております。ご興味のある方はこちらのQR コードか渡辺哲也メルマガで検索ください。よろしくお願い申し上げます。